ミュンヘン近郊を走行中の貨物列車コンビハケアは、ドイツのフランクフルトに拠点を置く、鉄道貨物輸送を行う企業。ヨーロッパにおけるインターモーダルオペレーターとなり、30カ国を結ぶブロックトレインの運行を行う。また、コンビハケアは、ヨーロッパインターモーダル連合の会員として、なお連ねている。1969年2月11日、トラックと、 貨物鉄道の運行を行う陸運業者56社共同で設立された。国内線と国際線の運行を行っており、週に672本以上となるドイツ発着の国際貨物列車はコンビハケアによって運行されおり、ヨーロッパ各国のコンテナターミナル事業にも参加している。2017年の輸送実績は177万 TU に相当し、 このうち国内輸送本数は18万405本となり、国際輸送が70万3763本であった。なお、運行に使用される電力は再生可能エネルギーから供給が行われている。2002年、ドイツ鉄道参加企業である DB モビリティロジスティクスが株式の50%を取得している。ありがとうございます。